はいどうも皆さんこんばんは。4月24日水曜日、本日のコーナー小田原大木町店から生放送です、はい、せーの、小田原ラブ、いらっしゃいまーす。はい、ということで2週間ぶりでございますけれども、ね、はい、早いですね。早い、2週間早い。あの、悪夢からね、あの悪夢、前回ね、ちょっとガロ当たらなかったというね、ちょっと残念な回でしたけども、まあ今回も319分の1の台ということで ね、はい、そうですね、なんとか今週は当てて、まあもうちょっと大丈夫でしょ、さすがに。ということで、よろしくお願いします。はい、じゃあ告知いきましょう、はい、まあ今回打ちます新台ですね、はい、はい、パチンコ P 新必殺使用金、はい、こちらが1円パチンコにも入りまして合計21台ですね、はい、はい、であとマイジャグラー4の増大で、はい、合計20台になりました。おーおーおお、はい、はい、であとはスロットの最新台がパチスロット1件4、はい、であとアマデジパチンコアマデジストライクウィッチーズ、はい、こちら設定付きですね、6段階です、はい、でまあ、機種数は4機種ですけれども、はい、まあ、使用金がまあ今週のメインはやっぱ使用金じゃないですか ね、 すね、まあ、ドドンと20台ということで、まあ、ガロも20台ね、はい、導入しておりますので、もう新台大量に入っておりますのでね、はい、ぜひ小田原大木町店遊びに来ていただければと思いますね、はい、よろしくお願いしま す、 いします、はい、そして今日は使用金人ですね、はい、使用金、はい、まあまあ、あの各円に入ってしまえば ST に入ってしまえば結構継続率が 85% と高い台ですから、うん、まあ、ガロに比べるとね、ちょっとその、うん、オール1500とかそういうのないです。あ、そうです。出玉的にはね、やっぱガロはね、そうですね。連チャン性能が優秀ですからね。そう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 。だからやっぱその辺をね、今日は見せていただいて、ね、うん、はい、いいところを見たいと思いますね。本日も1時間よろしくお願いします。はい、はい、ということで本日は必殺使用機人でございます。スペック説明お願いします。スペックがこちら319分の1、はい、で核変突入率が 50%、はいはい、で核変中の確率が 69.8 分の1、なので70分の1ぐらいかな、はい、はい、で核変中の、大当たりが、はい、これ全部が、まあ、約70分の1ぐらいですかね、そうですね、はい、130回転 ST があって、約 69.8 分の1かな、はい、で大当たりをするのでそこの、継続率が約 85%、まあ、VST なんで ST 継続率は当たれば 100% になりますので、さすが、どうですか、仕事してますか、僕は。すごいね、パチンコ屋さんの店員さんみたいはい、いうことで、まあ、とりあえず当たらないことにはね、しょうがないので、まずは第一段階の319分の1を当てて、うん、はい、いいところをね、見せていただければと思います。まあ、でも 50% あればね。まあまあ、そうですね、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあコメント読んできます。はい、あちゃんも小田原大木町店の皆さん、北海道からこんばんは。あ、こんばんは、はい、いらっしゃい。モスさん、カイジはこの間当ててたよ。あ、カイジ店長、この間ガロやりましたけども、しっかり当ててましたね。マジか、まあ、319ですけども、モスさんファンです、当ててね。ありがとうございます。おい坂本、いい加減エリザベス出してくれ。そっか、興味なかったかな。そっか、ずっと出てないの、はい、うん、まあまあイケメン店長、こんばんは。高橋で坂本くん、スマホ貸してくれる。いや絶対やだ。蒲田って何売ってたっけ。モフジの会話しか覚えてない。ガロ売ってましたね。はい、坂本店長イケメンです。今日も怪しい力ですぐ当たり引けそうですね。あ、頑張ります。怪しい力いや当ててほしいな今日は。あそこ出てこいや、ありがとうございます。お疲れ様です。見せ場がないと仕置きされる店長はこちらですか。お、どっち、どっち、お、どっち、わかんない。こっちの、こっち、こっちまだ1、2、でもこっちの多分青保留っていうかそれじゃないですかね、これね、多分その保留だと思います。うん、はい、いい音した。あ、これ光ってるんですね。うん、ちょっとじゃあ見ましょうか。そうね、いきなり当たっちゃうんですかね。まあ319でしょ。はい、うん、ちょろいちょろい、うん、うん、これさあここかな。はい、まあ、結構派手だよ。はい、トラかな、トラ、うん、トラタイマー、一応タイマー35秒ぐらいかな、うん、はい、さあ保留の緑にステップアップですね。はい、一連の文字が赤、まあ、緑の上に、紫保留、金を、あ、紫保留、赤保留、金保留、ゼブラ保留、いっぱいあるね、あります。はい、やっぱ赤保留まで行って 30% オーバー、金まで行くと 77% だったかな、ぐらいあったかな。はい、とりあえずギチさんですね、はい、でタイマーがなくなっての、うん、レンで保留の色は、はい、変わんないんか。はい、ちょっと注目ですね。
怪しい力来た。入賞音激アツかな。うん、あ、本当。さあ、保留は紫。もう一回ぐらい変わるかな。おう、どうでしょう。五両見てください。とりあえずやっぱ実写系がいいですよね。そうね。あの演出も、まず 3D だもんね。ああ、はい、徹夜ですね。はい、はい、ここも共闘とかになればチャンスアップですけどね。あー、やつまた弱いんかな。緑カットインは弱いっす。弱いよねいや、でもこの後とかあるんじゃないの。ないんじゃないかな。はい、何という希望もない。あ、あ、あ、トスコちゃん。あー、ダメですね。一応最後のカットインがやっぱ緑だと 10% ぐらいですね。やっぱ 赤カットインで 20% ぐらいみたいな。大体ですよ、大体ですよ。そう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 。モッサンの合剣は最近使ってますか。いや、合剣ね、もう使いまくってるよ。モッサンちゃん、こんばんは。静岡から見てます。ありがとうございます。モッサン、妹さんをもらうためにモッサンを仕置きしてもいいですか。無理。いい音した。外れましたね。あちゃん、昨日 YouTube で見られたんだけど今日は見られないんですか。あ、昨日やってましたか。やるんだ今日。まあちょっとやれるように努力します。うん、圧力、土曜の牛の日うなぎ食うの。ああ、もう土曜の牛の日の時期ですか。あ、そうですね。夏か、そうかそうか、食べたい。まあ今もう少ないみですもん ね国産うなぎはね、なかなかね、もう希少性高い、ね。うん、どこだ。今日前星沖に2000回って当たりゼロの恐ろしい台がありました。まあハマるときはハマっちゃうね。2000はやばいな。はい、島上からダイブで激アツですよ。それはさ、あのモッサンだけだね。お肉出るやつ、この台。お肉は出てこないかな。トラックに引かれたら当たりですか。それ冬の空だとね。あ、そうです。今日も二刀流。まあ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 、そんなことないよ大丈夫大丈夫。そうそうそう。ちょっとこっちの音だけちょっと下げてもいいですか。うん、はい、はい。まあでも塩切りもね、やっぱり仕事人シリーズというところで、うん、やっぱ人気は高いですよね。そうですね、やっぱりモンドさんがいるとね。あ、あれ、なんか揺れてる。揺れてる。ちょっとね、レディー。はい、今日は当てられそうですか。いや、まあそれ当たらないことは当てられそうですか。大丈夫ですか。お、お、これ何。とりあえず疑似連。はいはい、はい、はいはい。まあまあまあ、その辺のためみたいのがね。そうですね。まあやっぱ最低限疑似さんは欲しいですから ね強楽の台といえば。そうで、あとは何か熱いのが1個2個絡んでくれればね。うん、お、うん、紫50両、さっき5両でしたから ねおう、5両、あ、5両になったらリーチなんだ。こんばんは。こんばんは。今日新大喜利でスーパーレボリューションチャンス安さ爆発絶賞で、華麗に外してきた私がやったんです。スーパーレボリューションチャンスってあんま外れないやつだよね、確かね。今日も、早くしてよ、モッサンならパソコンつけるんだけど YouTube あると思ってパソコンつけてなかったよ。あらま、はい。あ、これいいんじゃない。ほら動いたよ、上が。これ動いたよ。ミヨマツだっけ。ミヨマツ、この人が一番弱いのかな、多分。おそ松的な、あれ、何緑だね。あらま、おとつかちゃん。あー、ダメか。おとつか、はい。まあまあ319分の1ですから、そんな簡単にはね。そうね、はい。こんばんは、モッサンは白のブリーフですか。いやー、その日によって色は変わってますかね。最近の強楽は紫色を追加して嫌い。あー、紫いらない。緑の上は赤でいい。いいよ、何もたくさん色、これ以上増えなくてもねまあまあ、そんなに必要ないかなと思いますけどね。ほどくとよく来るね。ただね、これ追っかけないとダメですからね。おっと、
どうか。はい、こんばんは。今日静岡から東京に行ったので、はい、新宿三丁目店に行ってきましたよ。 ありがとうございます。この台でマイナス 25K から18連して 69K いただきました。マシマシ店長、あざーす、おめでとう。出たんだね、18連ちゃん、素晴らしいじゃないですか、やっぱね、入っちゃえば結構連チャン率は高い台ですからね、やっぱ夢見れますよね。そう、入りさえすればね。だ結構データ履歴とか小田原青木町の見ても、50回とか60回とか、まあまあありますよね。まあまああったりするんで、じゃあそれなりに大当たり回数はね、いけるのかなっていう感じはしますよね。安定して連チャンしてる感じしますね。あっちゃん、明日から YouTube でできそうですか？いやー、ちょっと待ってもらえますかね。設定がちょっと難しいかな。まあね、僕まだまだペーペーなんでね。何年やってんの？いやー、まあ演出するんですけどね。まあ、前よりもなんか保留とかもよく変わるなーって感じがしますね。まあそうですね。大当たり回数は多くてもやっぱり3ラウンドが多いですよね。まあ、ラウンド振り分けでいうと初当たりの、ラウンド振り分けが3ラウンド各円、要は ST ですねが、50%、3ラウンド通常が 50% なんで大体約400発ぐらいかな。で、ST に入った右打ち時の大当たりに関しては 60% が10ラウンド、で 40% が3ラウンドということで、まあ大体10ラウンド取れれば1300発ぐらいの払い出しがあるよという感じですね。ですね。なんで割とね、はい、マックス玉の割合6割あったらね。まあまあそうですね。あれ。はい。そこそこに作るんだけどね。戻締め。はい。これをやっつければいいんだよね。ああ。でもなんか熱いの絡んでないとね。ムクロ。お。ダメか。はい。ダメだね。ダメか。はい。こっちにしとこうかな。じゃあ YouTube で配信できる準備はできたと。あとはちゃんの勉強次第ってことでいいですね。あとはそのお店の回線の問題があるんですよね。その。どうしても回線が弱い店舗だと同時に YouTube とニコ生とツイキャスとって3つ同時っていうのはなかなか難しいというか、どっかの映像がカクつきが出てしまったりとかそういうのがあるんで、その辺はちょっと店舗と相談しながら進めていければなと思います。はい、優先できればいいんでしょうね。そうですね。ただ全店が全店そういう状況ではないので、なかなか難しいんですよね。まあ、広かったりすると無線だったりしますからね。そう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 。あちゃこの台もう打ちましたか？これはガロと違って打ってみたいなと思ってきた。おお、まあでもガロよりはスピードは速いですね。大当たりの消化とかあの SP の消化スピードは、ね、仕事終わりとかではまだそうですね、まあ、速いんですけど3ラウンドがあるから、そうガロの場合は全部がね、全部10ラウンドで1500発取れる、当たればっていうところのその差ですよね。そうですね。どっちが好みかっていうところかな。あーちゃん今日は忙しいね。そう、なんか演出の起きるタイミングがこうなんか被ってるからね。どっちどっちどっちみたいなね。演出は来るんだけどね。あと当たりね。そうですね。あーちゃんに質問。寝て起きたらもう21時でした。その日のキコちゃんは小田原、あーちゃんどうしますか？どういうこと？寝て起きたらもう21時でした、その日のキコちゃんは小田原、あーちゃんはどうしますか？あ、僕がってこと？そうそうそう。電話しますね。まずモッさんに電話して、モッさん寝坊しちゃった、ごめんなさいって、すぐ来いすぐ来いすぐ来いって言われたらすぐ行きます、はい、で、いやじゃあこれどっかに振り返ってくださいって言われたら、振り返りになるかもしれないですし、うん、そうね、まあその時にあの店長の判断によると思う、そうね、でも僕はね過去に2回ほど寝坊したことがありましてですね。なかなかね。そうそうそう。ま、毎日仕事してるもんですからね。毎日そうですね。はい。まあでもそうしないようにね、できるだけ早く寝たりとか。ね、まあね、その万全の対策はやっておりますのでね、皆さんに迷惑がかからないように頑張りたいと思います。
前にノンスター井上店長が言ってたね、ガロが出る前に、はい、僕はスペック的には仕事人がいいと思うって言ってた。これはあれだね、フジアンかな。フジアンが、うん、スペック的には仕置き人の方がいいかなと思ってますっていうのは言ってましたけれども、まあちょっと今はね、まあどっちの方がっていうのはね、なんとも言えない、なんとも言えないですけど、多分両方ともいい、うん、いいと思いますけど、ね、まあ今はね、例えば旧スペック、旧基準の台というんですかね、北斗無双だったりとか、なんかまだあるんですけど、まあいずれ外さなきゃいけない時が来るので、やっぱそうなってきた時にはやっぱこの仕置き人とガロっていうのはやっぱね、いい台というか、そのなんて表現したらいいのかな、人気が出る出玉の最大値がね、そう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 、平均大体鳴らしても期待値5000とか、うん、5500とか、うん、もうそこから上いけないから、そうですね、うん、まあ、あとは遊びやすさですかね、はい、はい、うん、少ないお金で何か遊べるかどうか、はい、ツイキャスこだわる意味って何ですか。今の時代やっぱり YouTube じゃない、配信速度も一番早く提供してくれてる、まあ、YouTube は、まあ、動画を上げるんで、まあ上げるからそんなにやっぱもうちょっといろんな媒体でやって、まあいろんな層を取り入れたいっていうところがあるんで、まあそうですね、やっぱ見てる層は全部違うんでね、 YouTube もニコ生もツイキャスもね。お、モンド来た、はい、あ、いいんじゃないですか、京都、はい、星3つ、3つ半、あ、仕事にじゃなくて仕置きにね、うん、たと今あー、緑、あー、ダメですね、はい、やっぱり最後のカットイン大事なんだね、うん、99.9 秒リーチはストレスしかないですよ、ガロか、まあ長いよね、長いね、あちゃこ遅刻した、今日もモッサン、1とモッサン2の2人打ちかな、モッサンこんばんは、こんばんは、カスタマイズで先読みと赤熱いにしておけば、はい、それほど演出来ないですよ、あ、そうなんだ、寝過ごすといろんなところに迷惑かかるもんね、そうですね、うん、松坂桃李さんこんばんは、こんばんは、モッサンは最近うちに行ってますか、いや最近何打ったかな、あ、リゼロ打ったかな、リゼロ、うん、あ、スロットですね、はい、うん、ちょっとこっち緑保留なんでね、ね、ちょっといい感じ、ツイキャストニコ生の人は YouTube だけになったら見ないってことかな、いやだ、うん、見ないことはないとは思うんですけど、まあいろいろ探ってる段階ですね、こんばんは、もうさん当たりましたか、さあもうちょっとかな、そうですか、わかりました、ね、ありがとうございます、言うまでもないですね、はい、あと今日暑いんですがエアコンが壊れました、扇風機も回りません、どうしたらいいでしょうか、まあ、冷凍庫から氷を出してですね、ちょっと何食べてればいい、まあ、食べてもいいですね、首元とかに当てたりとかね、したらいいんじゃないかな、エネルギーコメントです、方がいい、今日この台の裏で大海打ってたけど振動が気持ち悪い、地震が多い地域だから一瞬地震かと思う、あ、そっか、ね、ガガガガガって動くからね、知らないところで揺れるとね、あ、まあ、確かにこの台の振動やばいですよね、確かにね、もっさんは高橋と加藤ならどっちの名字好きですか、名字、はい、名字か、うん、どっちが好き、まあ高橋加藤どっちも画数多いしなそうですね、そう、坂本は結構画数少ないですよね、こんばんは、今見に来ました、ありがとうございます、いらっしゃい、マコです、今日これ打って2万発出ました、おめでとう、右打ちめっちゃ楽しいですね、サクサク消化できるから楽しいよ ね、サクサク感は欲しいですよね、ダラダラ感はちょっとね、うん、ニコ生から始まったキコちゃんだからニコ生はやめてほしくないな、あ、確かにね、それはあるよね、でもね、
勘だけど今日は当たらない気がする。ああ言っちゃった。そういうこと。そんなことない、そんなことない。フラグが立つからね。そんなことない。そういうことね。あ、ダメか、うん、ダメです ね。ニコ生感想だから残すと思う。ツイキャスト5人くらいの方しかいないですね。ずっと YouTube の方がたくさん知ってもらえる、まあ、YouTube は YouTube で動画は上げてるので、うん、まあ YouTube とツイキャストニコ生全部一応今は対応してるけど、生放送っていう面では YouTube は対応してないだけの話があって、あ、ね、後からね、はい、まあ、動画はずっとね YouTube に上げ続けてるんで、どっちで見るかってね、うん、坂本の力で橋本里奈呼んでくれ。いやそんな力ないですよ。赤と先読み、激アツにしとくだけで、はい、ストレスフリーで打てるのがおすすめです。あ、なるほどね。好きな名字問題、まさかモッツさんの画数で、ま、真剣にか、モッツさんまさかの画数で真剣に考えてますね。ああ、これ灼熱。ああ、レモン。レモン見たか。一応言っておくね、もう言う機会がないと思うけど、モッさん当たると思うじゃないですか。だから、これ言うと。いやいや、でもね、今日は、だって今日は当たらなかったら今月当たってないってことになりますからね。そうなりますね。それやばい。今日当たりゼロだったら坂本の妹ください。いや、無理。違うでしょ、昨日 YouTube 配信してたんだからできるでしょ、今 YouTube の生配信を見る時代だよね、ツイキャスよりはね。まあ、まあ、このまあまあまあそうなんですけど、いろいろ僕の都合です。僕の都合なんで。なかなかね、はい、うん、落ち着かないね、はいはい、まあもうちょっと見せ場が欲しいですね、やっぱゼブラとか ね、その辺が。あ、全員見たいですね、うん。じゃあもう全部オンにしたんだけどな。ん？なんかよくわかんないから全部オンにしたんだ。あの演出をなんか選べるやつをね。なんかそうオンオフあるから、うん、全部アップにした。全部オンにした。まあ金が出たら熱くなるよとか、赤は出ただけで熱くなるよっていうね、設定を個別にできるんですね。まあ、ニコ生より YouTube は半券が厳しいからね。あ、そうなんだ。まあ、普通にていうか動画非表示になったりしますからね、うん、あ、そうなの、はい、厳しいのね。さすが平塚店、違いますよ、違うよ、小田原だよ、ちょっと当てるよ、うん、そうそう、あと3日で閉店する予定のお店で打ってきたけど、お店の半分がベニヤ板で、ドワッとした。あー、だからもう悲しいね、ね、閉店に向けてそういう感じになっちゃってるってことかな、まあ、どうしてもね、うん、他のお店に台を回したり打ったりしてるのか、うん。よく店長の妹の話出るけど、可愛いの？誰に似てるの？いや、教えない。うん。半券厳しいって昨日やってたんだからね。中店だけは半券やったし、中店？昨日って府中？ん？府中？府中じゃなかったかな？わかんない。最近いろんなとこやってるからわけわかんない、ね。そう。まあできなくはないんですけどね、うんうん。伊藤です。坂本くん当たらないね。当たるよ。任せて、うん、骨継ぎ。まあ言ってる間にですよ、うん、もう時間がですね、26分ですから。早いねー。あと30分しかないですよ、頑張ってください。なんか暑いのはね、うん、そうですね、欲しいですね。ちょっと前まではね、サクサク当たってたのにな、うん、あっちゃんがやってくれたら、こっちはテレビでこの配信が見られるって話を、小さい画面で見るより大きい方がいいって話。そうですね、まあ見てる環境に合わせてね、うん、僕もやっていきたいんですけど、もうちょっと待ってもらえますかね、はい。今日はスイッチ、押し忘れないようにしてくれよな。あ、スイッチね、うん、どっか行っちゃった、
まあまあ仕置き人はね、でも僕もね早く宇宙に行きたいなと思ってるんですけどね。そうね、一回レンチャンどんなもんか一回入れてみたいですよね。50% だったらまだね。ほら、レンレン。これに色変わらないとな。まあそうですね。でもこの間伊勢崎で、放送やったんですけど、まあゼブラとか普通に外れてましたね。え、マジで。まあゼブラで多分 60% ぐらいかな、サイト的には。ところでもさ、何分に当たるの、もう半分になるよ。いやまあ40分ぐらいがいいぐらいじゃないですか。うん。モソン319得意なのにね。そう、最近調子悪いの。うん、金のために見境なしにあっちゃんにぴったりな言葉ですね。あ、この台に出てくるセリフってこと。モサイトックのパチライターの人、はい、いっぱい連チャンしてるよ、まさかまさか当たらないなんてことはないよ。そんなまさか、たとえ通常だとしてもね。だってね、まあまあまあ生放送でやってますからね。そうなんだよ、やっぱり1時間しかないですから制限時間がね、我々には。練習なしからね。そう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 、うん、まさかと思うけど2台打ってるわけじゃないよね。そんなことはないよ。お客様、台の掛け持ちは禁止されておりますよ。そうですね、ダメですよ、うん、あのお店に行ったら皆さんはちゃんと1人1台を守って打ってくださいね。そうですね、まあ、お店のルールがありますからね、はい。ダメかな、はい。2時間やってもいいのよ。あ、放送あ、これ書けないんじゃない。おレジレジ赤激アツにしといたらさ、全く期待できない流れから最後赤かっこいいんだけど当たった。これいいんじゃないの、赤保留、うん、おーおーおー、いいんじゃないですかね。えとりあえず今日初の赤保留一発目来ましたね。まあ、ここで一旦当たっておいて、はい、うん、もうレンチャン見せていいぐらいだね。あ、ほら、あ、それ5両は無理、10両だったらワンチャンあるみたい。あ、10秒、うん、だったらほら、それは10秒だったんじゃないか、うん、おい、2台打ちしてるじゃないか。ちょ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 あれ、これあれだよ、うん、あの、あ、タイマー、おう、おい、ギジさん、ギジ4いてほしいな、うん、おー、赤いよ、赤い、すま、おー、そうよそうよ、こちらは2時間でも何の問題もなくてよ。そうですか。おクラッシュ、クラッシュ、はい、ヘッジいいじゃないですか、とりあえず。あ、じゃあカメラの移動ご苦労様です、ありがとうございます。私はホールで2台打ちしたことないけど、うん、いい感じのストロークで打てるものなの、モッツさんはプロだから特別ですか。いやー、してないですよ、うん、そしてボタンちっちゃいな、あー、でもでっかいのかもしれないですよね、はい、あと今、緑、赤ホールだったでしょ、なんでそんな、はい、本当に終わり終わりじゃない、あ、かかったよ、あ、はい、ダメか、なかなか当たんないですね、赤レンもいい、赤保留普通に外すで 30% ぐらいですからね、もさもさもさ当たると思うじゃないですか、あ、ほら、1台は平塚店の台です、僕もお店に行ったり2台打ちしたい、ダメですよ、強烈な赤保留は空気です、京都でモンドさんがぐるんぐるん回ってるのを見ると必ず笑ってしまう、東京やって太やっとかな、太陽出てきたね、でもさ、どんより寒いなと思ってたらいきなりこの暑さがきつい、でも暑くなるんじゃないですか、もう梅雨明けするみたいな感じですもんね、疑似連確定してるのにタイマーが疑似連だった時の残念感がやばい、わかる、あー、なるほどね、無駄引きみたいな、ね、あ、タイマータイマー村先、はい、NG コメントでございます、はい、だせー、モッサン先週は当たらなかったんだから今日も当ててもらうよ、そうだね、うん、任せて、この台の赤堀は北斗武蔵の赤堀と同じくらいのレベル、うん、紫笛さんだったらね、赤の信頼度を上げてほしいな、今日はキャスミンが少ない、そうですね、モッサンモッサンモッサン、はい、しか書いてない。
で、これでこれで連打ね、はい、今日当たります。さて2人に質問です。夏の食べ物で一番好きなのは何ですか。夏、夏なんだろう、黄色、そうめん、そうめん、あ夏なんだろう、マンゴー、マンゴーいいね、でもフルーツかなやっぱりね、梨、メロン、ね、あめっちゃ回ってる、あらこれはこれいいんじゃないですか、激熱、うん、いいんじゃないですか、ほら激熱してきてる、うん、もうさ面倒だから先に言っとくね、うん、外れるよほら、ま、わかんないよ、当たるかもよ、当たるかもよ、うん、なんかいるよクロちゃんみたいなやつ、うん、金背景はちょっと期待、金だったよな、金、あ、ほんと、うん、当てよ当てよ、もうあっち、なにこれぐるぐる回ってる、もうさ来たね、一撃お願いします、はい、はい、来た、おー当たりましたうわちょろいな、よかったなんとか当たりましたね、もうどうなるかと思ってます、はい、でここから 50% で各編、はい、50% で通常、通常だった場合には厄介点の時短で、ね、そこで引き戻せば、はい、特になのかな、そうそう、はいこれはラウンド中に昇格あんのかな、どうなんだろうね、なんだろう、とりあえずこっから、うん、とりあえず単発かな、まあ昇格を目指して、うん、はい、なんかあんのかな、まあどちらにしろ分かんないみたいな感じなんですけど、うん、まあとりあえず当たったから今日は、うん、はい、おめえよかったパチパチ、おめえただし通常やな、通り過ぎろ、ラウンド昇格はないそうです、ということでこれは単発と、あ単発かということで、じゃあ100回転以内に、引き戻せばね右打ちで、うん、100% していきますんでね、なるほどね、ちょろいとか本当は心配でたまらなかったくせに通常だった場合にはもさの足の小指に椅子の、あ足を置いてあっちゃんがその椅子の上に飛び乗ります。モッサンおめでとう、ありがとうございます、で妹ください、やったラウンド昇格ないのか、モッサンを当てても残念なことが多い、この台絶対笑かそうとしてるよね、しかも時代劇なのにクラッシュとかね、どの店だったか忘れたけど夏の名物流しそうめんはしないんですか、これは小田原栄町で昔やったやつね、最後の方に緑だとあまでも絶望、あ、読んだかな、大丈夫かな、はい、引き戻し率は何歩ぐらいですか、まあ319分の1を100回転だから、ね、何パーぐらい、30パーぐらい、あのか、ね、20何パーか、これはえちょっと待ってあ どっちもですもうこうする両もう全部映るようにする、左が SP 中の台、右がちょっと熱そうな台ああ、行った行った行った、あ行った、当たり当たりじゃないのこれ、ほらおお、すげー、速攻を引き戻した、ね、当たり、あ、何回じゃ、1回じゃないね、こっちはダメね、こっちはダメ、はい、当たりました、おめでとうございます、いや雑とかじゃなくてさ、これがこうしないと両方打ちせないんだよ、うん、それあたりは金だったし5点だったから、あそう、おいインチキよくないぞ、じゃあもう左の台だけにしましょうか、せっかく ねこっち ST 入ったんでね、うん、はい、はい、じゃあこんな感じで今日はやっていきましょう、はい、はい、ということで引き戻しが、10ラウンド、はい、引いたということで、払い出し1500発ぐらい、いやーちょろいね、はい、いやさすがですねやっぱり、そうです、そうでしょ、任せて、もう当たるとねもうこうなるからもう任せて、おいインチキよくないぞいい音したのも時短だったもんか、もうドキドキ、モッサンこの台ちょろいちょろいね、ちょろいちょろいちょろい、モッサン見せるね、そうでしょ、あちゃかしっこい、スロットでいろいろ打って10万兆勝ちました、勝った次の日に入院して緊急手術して病院のベッドになるです、マジか、ちょっと安静にして ね直して、1時までに万発いけるぞ、あ30分でどんぐらいいけるか、そうね、うん、
奇数で当たると7昇格濃厚なんかな。まあ見てる感じは全部昇格してます ね、モッサンの手のひら返しがすごい。モッサン店長だよね。モッサン権限でこの配信を見てる人だけ2台打ち OK にしてください。はい、いやいや無茶だ、無茶言わんね。時短で引き戻して ST するとかありすぎるよね。説明モッサン時短だ、引き戻せばええんやろ。そうだね。夏休みいいことあった？夏休みいいこと？夏休みがそもそもない、うん、ないね。今日50連で5万発出てるだありましたよ。すげえ、50連。一応ね ST130 回転で 69.8 分の1だったかなですね。はい、で約70分の1、はい、なんで、継続率約 85% です。ああ、モード選べるんだ。鉄か、うん、モンドか、うん、モンドかとりあえず。モッサンのここ声が心なしか喜んでるな。奇数でも、昇格しないときあります。ありがとうございます。上の役物が猪木の役物かと思いました。50連で5万発ってちょっと少なくないですかね。まあ2分の1っていうか 60% で1500発、うん、で 40% で450発ですね。あ、なんでまあ平均したらまあ約1000発ぐらいかな、1回当たって、うん、でそれで50連だからまあ大体理論値通りかな。まあそうですね、どうしてもちょっと打ち込み分がありますから ね、 そうですね。山田です。坂本君、当て方を教えてください。当て方、うん、ちゃんと打ってれば当たりますよ。あっちゃん久しぶりにサドンデスやろうよ。あっちゃん打ってごらん。いやいやいや俺本当に終わらせるからやだ。なんかあちょっとねコメント前に戻りますね、はい、ダンベル何キロ持てますか。何キロ、俺全然持てないと思う。片手のやつ、うん、いや今わかんない。20キロとかじゃないかな。今は多分全然持てないと思う。20キロぐらいじゃない、ね。あとさん、梅雨明け来週らしいよ。土日は台風来るようだし。マジか、台風来るの。あ、みたいね。台風になれば、やだやだやだ、台風とか関東直撃だから ね。あ、来た。はい、当たりました。早い早いね。ああ、でもなんか爽快感ありますね。そうですね、うん、でここで、60% が10ラウンド7つからで当たれば、うん、はい、ということで、10ラウンドおめでとうございます。もう、モッサンそうめん安上がりですね。でしょ。あっちゃんもさん、昨日関西で中市見たけど元気そうだったよ。あ、ほんと。ちょっと太ったかもね。あ、ちょっとぐらい太った方がいいよ。うん、ちょっと痩せてたから。そうですね、うん、梨は秋の食べ物でも夏も出てくるよね。この辺は大丈夫かな。はい、たまんない。はい、パンクしちゃう。危ない危ない。めっちゃ圧力さん、その黒シャツを脱いだ状態で放送を続行してもらえませんか。バンされるわ。出たモッサンの319引くけど残念な方でもね引き戻しましたから。そうそうそう。豆柴元気にしてるかな。してると思いますよ、ね。あんなに回って気持ち悪くならないのかな。さっきの鉄なんですか。そうったか、どっちどっち。この辺もいいかな。死神って楽天カードマンに似てるよね。まあまあ面とここうやって隠してるからね、うん。はい、ダンベル何キロ持てるとアニメのことでしょ。毎回コメント見て。ありますね、うん、あのトレーニング法。ほうほうほう。なんかうまいこと女の子で書いてるやつ。継続率高いんだからあっちゃんでも大丈夫。あ、いいね、サドンです、いいね。じゃあ次もおっさんが続いたら僕打ってもいいですか。あ、いいですよ。はい、ロシアンやるの。あっちゃん危ない。危ないよね。ちょっと教えて。同じ新基準で、うん、こちらはこんなにサクサクなのになんでガロはあんな時間がかかるんでしょうか。出玉の問題。あ、ガロは、うん、そう、どうしても演出がね。そうですね、気持ちいい。なんです、 ST1 の前半長かったりとか、うん、なんていうんですかね、試験のその型式試験っていうかパチンコ台をその試験するんですけど、発売前に。でその時間ですね、ね、一撃で出る割合とか、そう、その1時間、4時間、8時間で何発超えちゃいけないとか、そういうのを検査してて、要は爆発的な出玉を瞬発的に出すっていうのができないようになってるんですよ。で、その試験に合格させるためにはああいう風にしないとなかなか検査通らなかったりするんで、うん、だからこの中央機人も例えば全部1500発でね出せたらすごいいいんですけど、そうすると出玉的な
検査に引っかかってダイジェストとして発売できなくなってしまったりねするので、そういうところね、坂本正気に当てるってよ、これなんかあれタイトルだよね、ダンベルナイト、すいません、篠崎愛じゃなくて江戸幻に曲変えてください。江戸幻、うん、これならきっと彼よりも打ちたい人多いと思う、うん、多いね、あっちゃん本当に適当だよね、うん、聞こえてるのはサンドに流れる陸地の音だぜ、であっちゃんもマッチョになったら怖い、あっちゃん最近弱気すぎ、いやいやいや弱気にもなりますよ、ガロは右が全部1500だから、ああ当たりでしょう、うん、もうこれ当たったでしょね、ガロは右でも左でも全部1500発、アトクさんと坂本さんってシャツ脱いだら腹筋割れてて腕も大胸筋もすごいってマジですか、うん、あうんやばいよ、いややばいよ、もう、うん、腹筋もね10個ぐらい割れてるよオール10ラウンドのせいで遅くなったんだろうな、そうですね、オール1500にしてから遅くせざるを得ない、そうそう、うん、なるほど、あっちゃんありがとう、新基準の理屈が分かった、ゴッドイーターの方が好きやな、ゴッドイーターね僕も好きですよ、あまあレンチャンするもんね、うん、あれね、あコンティニーコインありがとうございます、ドレスさん、さすがのモスは2打1成功、モスさんおめーありがとうございます、はい、これは当たりでしょ、おもうこれで当たり、もう当たった、はい、おめでとうございます、大当たり中に死神が合流すると保留連、あこれなってましたね、ということはモスさんが MC 席にやってくるんですね、カモーン西崎みどり可愛かった、坂本さんって若い頃、はトラックを押したり引っ張ったりして動かしてたってマジですか、トラック、うん、いやそんな押したりできないよ、うん、圧力が動き始めますということで、はい、じゃあその大当たり消化したら変わりましょうか、わかりました、はい、よし、初打ちですよ僕、そうだね、今年初打ち、初打ち、あそっか、いや初打ち確定、うん、これ落ちたらやばいね落ちたらやばいよ、いや大丈夫ですよ、必殺仕事人とか仕置き人とかテレビで見たことないけど面白かったんでしょうか、どうなんだろうな、いや結構シリーズの中ではすごい人気作らしいですよ、そうですね、うん、私もゴッドイーターの方が好きかな、うん、さああっちゃん地獄に落としてやろうと、いや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 俺はつなぐよ今日は、いやさすがにね今日はつなぐよ、でも今まで、うん、結構あっちゃんそんなつなげなかったことなかったでしょ、よくありますよ、あったよくあの僕に変わったら終わるっていうパターンよく見ますよ、あ、まあ、もうフラグ立ったな、あこれ怖い怖い、立ったね、うん、ということで打ち手をですね名前を変えましょう、はいはい、ちょっと待ってください、根元アトロク違う。ああ、はい、こうしよう。あっちゃんが落とすやつ。あっちゃん初打ちできるんだから、万札台のところに置いておきなよ。時代劇なのにハイパーとかクラッシュとかやめろやん。クラクラクラッシュが気持ちよすぎる。マジであかんでこれ。そのあたりは闇営業で当てたんですか、違いますよ。あっちゃんがおっしゃらデブって言うからね。で、だって継続率 85% なんでしょ。そうですよ、そう、ね、85% でも終わるときは終わるんですよ、ですね、1回で終わらせること多い、根本圧力ゴッドイーターみたいに一種二種の時短なしが絶望すぎるからこっちの方がいいかな、あっちゃん終わらせるんだろうな、いやいやいや大丈夫大丈夫、さあ5000発まで来たからね、5000発早い、うん、もう5050ですよ、よいしょ、これ変え、久々これ、あし、どこまでなんだ、頑張ります、うん、一番下の方かな、あーこれあっちゃん終わらせるだろうな、うん、終わらせると思う、はい、うん、いや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 大丈夫でしょ、あっちゃんのガロー ST サドンデスで、うん、ザンバ剣降りてきていただきます、うん、プシュンを思い出したそうガロでザンバ剣外るした、回ありましたね、それ厳しいね、厳しいでしょ、うん、もうなんか嫌な予感しかしないん、うん、1回で終わる、うん、ああなね、うん、とりあえず今4連目ね、はい、はい、コメント、うん、矢柱や松戸で打つと死神が財布からお金持ってきますか、うん、そんなことない、あ、持ってきますよ、うん、いますからね、うん、90% でも落とすやつだからね、うん、あ、やっぱこの曲神曲だよね、うん、江戸幻マジで、いや好きだよね、これめっちゃ、おいい音、あ、赤保留、赤保留、赤保留、うん、赤保留、もう当たりましたね、はいはいはいもう当たりましたよ、これはほらほら5だから、うん、もうちょっと引っ張ろうよ、いやいやいや大丈夫でしょ、ほら来たー、早いな、
やっぱ僕でも当たる仕置きに皆さんも打った方がいいですね。それ紹介して、よしよしよし。 あっちゃんが終わるさ、何する？モンさん、あっちゃんの罰ゲームみたいな。それはもうあれですよ、僕はうなぎ食いに行きますよ、モンさんとね。あれ3ラウンド1万罰いけるよね。冷蔵庫に、うん、か冷蔵庫にからしとかないの？ないないない、普通の普通のパチンコ屋さん冷蔵庫にからしないから、うん、ちょっと後で探してくる。ない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 、うん、あっちゃん頑張って、頑張る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 、モンさんヤッホー、あーヤッホー、うん、来たー、うん、よしよし。ここで落とすのは芸人のあっちゃんのやつ。違う違う違う、まだ早いよ、まだ時間的にもうちょいもうちょいもうちょいいるよ。はい、うん、おはい、モンさん久々の小窓だ、ありがとうございます。 MC モンさん来た、うん、あちゃんなんかなまってない？うん、なまってるよ。こういうの質が違うよ、もう。あ、一緒一緒一緒、うん、どうもあちゃんです。あ、じゃあ交代しましょう。はいはい、よし、はい、消化サクサクやん、よしサクサク、ほんとサクサク、そう、ね、早い。あ、そうね、三世さんね、あ、うん、あ、もう、もうさっと当てるよ、さっと、さっとね、5500発。このコメント30分前のコメント、すげえ早い。あちゃん、ね、ありがとう。空気読んで、空気読んでるよ。まだまだいける。まだだって50分だから。まあね、あと10分ぐらいはこれ我々これを続けないと。まあちょっとね、うん、終わっちゃったらね。そう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 。絵的にまずいよ。そうそう、まだ早い、まだ早いよ。あちゃんファフナー打って V に入らずぶち切れてました。あったね、うん、そんな回も。あちゃん7点でも外しそう。僕でも当たるっていう説得力半端ない。当たる当たるよ。やっぱ 85% は伊達じゃないね。そうね、5点敗でも7にならない、何もなかったですね。モツさん、次回は罰ゲームさせようぜ。これ、凸当たりするから早い。なるほどね。あっちゃん、痩せすぎで、あ、急に太った。いや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 、俺、ちょっと事務所の冷蔵庫の形を見てきてごらん。事務所に冷蔵庫ないからな。あっちゃん、それはモツさんの保留だよ。違うよ、もうちょっと打ってた。そうね。うん、ちょっと打ってた。うん、いや、でもほら、ここで抜ける分には、ほら、うん、僕の責任は問われないからね。いやでも流れを作ったからね。おー、Bフラッシュだー。あー、ちょろいね。早いよ、早いよ、ちょっと。簡単簡単。Bフラッシュたら10ラウンドかな、さすがに。さすがに。10ラウンドっぽいね、なんかそういうね。そう。あれ？そうでもない？この後じゃないですか。で、切られる。うん。あった。ほらね、やっぱね。いやー上手、早いね、早いね、クイキンクイン、簡単ね、簡単やな、この台、うん、簡単、もちろん次回は罰ゲーム道具を用意しておこう。今日仕置き人で48回当ててきたよ、おめでとう。すごい、すごい、40とか ねあ、昔のウルトラセブンもですよね。うん、モッサン見せるな、ピーフライはそれに比べて赤保留で3ラウンドねと、俺だ。サクサクすぎるね、ストレスフリーな感じがする。ね、あちゃんも10ラウンド出るまでやろうよ、続けばね。あちゃんの罰ゲームは何にする？事務所に冷蔵庫ないからカウンターの焼きそば食べさせれば？僕が食べたらただの窃盗罪ですね。そういう罰ゲーム、罪を犯させるみたいな。ご用ですね、まさに。ピーフラ出たからあっちゃんはからし罰ゲームってことで合ってません。こんなん見て自分もいけそうな気になったら痛い目に遭うパターンじゃないか。いやでもだからここに入るまではだから319分の1の 50% ですから、まあね、ここまで頑張らないと。そう楽しい思いがね、あるある、うん、私もあるよ、ホールでね、お客さん、うん、出してるのを見てね、うんうん、あ、いけんじゃないかなと思っていたらね、そんな甘くなかった、ね、自分が打ちいたら全然だったね。そう、店員さんあるある、うん、坂本、夏なんだから次回女性店員出せよ。夏なんだから関係ある、これ何、一応露出をみたいな感じ、うん、1回当てることに交代です。まあそうですね、1回当てることに交代、そうね、うん、最近ライトミドルが流行りだけどミドルでもやれそうな感あるよね。ねえ、ちょっとこの、うん、こういうのなんか打てそう、うん、そうね、うん、普通にプライベート実施したいって思う。圧力を見せてくれたところって江戸の新曲変えただけ。モッサン、タイキックやろうよ、あっちゃんが泣かそう。いやー、タイキックやってましたね。あれはね、あの人間関係悪くなるよ。そうだよ。よし、よし、人変えます。はい、よし、はい、じゃあ頑張ります。とりあえず6連チャン、6連チャン、はい、圧力だけに。
ちょっとあの江戸幻に曲を変えますね、うん、僕は。ああ、そうですね。仕事人はもう江戸幻って決めてるんで。あ、これは仕置き人だけど。あ、あっちゃんまたなまってる。なまってる。俺じゃないよ。またそんな喋ってる。俺じゃない、なまってるの。そうね、タイキックな、タイキックがいろいろ思い出ありますね。ねえ、うん、まあ、気づいたら7000発超えてますよ。あ、ねえ、万発すぐいけるよ。あ、いや、うん、あ、小田原は拡大計数機があるからいいけど、うん、箱のお店は忙しくて仕方ない。あ、確かに。そうだね、腰とかね、お体気をつけていただきたいですね。うん、もう3回りもこの台、これで台のところ行くことないと思うよ、終わるからね。いや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 。そうね、まだまだ、あと2回ぐらい続けないと。あ、そっか、6連ストッパー圧力。違う違う違う、絶対いけるよ、まだ、うん、85% だもん、うん、あっちゃんがまたやった、うん、うん、やめた。おー、10ラウンド見た見た、今なんか疑似連みたいなやって、ほら、俺はい、素晴らしい、はい、素晴らしい、いやいや、10ラウンドもいけちゃう。強制的に篠崎愛に変わるのがいいですよ。やめられないね、これ。そうね、いいね。あちゃん頑張ってキュンキュンさせよ。なんで当たったけどキュンキュン言って言わなかったね。ね、あちゃん、ちちちちって。空気読め。いや、空気読んでるよ。まだまだ時間あるから。悪口して。悪口やめて。ガロモ、うん、ガロモさん。うん。ガロモさん。ガロモ。目玉にこだわらずにサクサク感を優先する。ああ、そうだね。だから1回の出玉を少なくすれば、サクサクできるんですけど、ね、あれ、これ出たら保留ねじゃないの、違うの、どれ、死神、ほら、これ出たら保留ねなんですよ、確か。あ、そうなの。あ、じゃあもうそれも消化しちゃう、それも消化しちゃいましょう、じゃあ、うん、はい、見せるね。あ、圧力は坂本の手作りおにぎりを食べたいって言ってたぞ。いや任せて、大丈夫、もう入れるものいろいろ決まってるから。ダメ、緑と黄色のやつしか思い浮かばないもんだって。モッサに代わってメガネかけた新天地の方ですか。ああ、死神ね、うん、終わりだな。あちゃんおめー、ありがとう。チチ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 チって言って、いやカーペッ、いやいいね、うん、今日打ったテンポ拡大計測器だからいいけど、これ呼び出しボタン押すのしんどくねえか。ああ、うん、そう、しんどい、しんどいね。別でボタンつけないとね、これしんどい。そうだね、こっちみんなって。保留連しますから、皆さん見ててください。保留連、ああやっぱり、あ、いっぱいコメント来てるよ、あちゃんに。え、なんですか、あちゃん、ちち、あそこち、なんで俺が当てるとダメなの。クリームパンごとをやめてください。当たりみたいくせに。空気読め、け、あちゃん、ち、読んでる、ほら、ああ調子乗るだろうな、アストロック。俺これ打ちたい、早く。そうだね、なんだろう、あっちゃんが当てるとイライラする。なんでしかも保留連、わら、うん、保留連じゃん。ああ、やっぱそうなのね、うん、いや、早い、これだけ早ければ彼もガロもなんて打てないよ、うん、まあね、でもこういうので出してくる可能性ありますから ね、うん、ね、またあっちゃんは空気を読まないよって。おい、うん、あ、こっちみんなつく。その保留はモッサンあたりだろ。違う、ね、うん、違う今日5回初当たりしたけど、すべて通常、うん、超疲れたよ。あ、そうね、それひどいね。 あとは MG かな、のかな。今日のあちゃん見せるね。いやいい店ですね、この店。なんてお店ですか。今日なの、だから小木商店です。はい、よろしくお願いします。いい店です、この店。いっぱい当たりますね。なんかどこで聞いたことあるんですけど。俺当たるやつ。圧力が見せるとか、帰り事故とか気をつけてよ。うん、気をつける、うん、はい、来ました、ね、これで8連目ですね。8連目、モッサンパス、うん、パスするよ。圧力インチキやめろ。インチキしてない、うん、出玉、出玉規制で最高1500発になっちゃったけど、うん、継続率 65% が撤廃されてよかったね。そうですね、うん、撤廃されて、うん、65% で1500発だと超きついよね。うん、きついきついね、うん、2400だったらね、ね、いいですよね。あ、まだった。で、あと、あっちゃん当てると蒸し暑くなる。なんで、うん、寒い時いいかもね。小当たりラッシュも必要ないな、これでいいだろうって。あ、まあ確かにね、なんか、まあ、ね、なかなかいいの出ないね、うん、だから次の迷宮に俺になるじゃん、もう。店長気をつけて、メガネに何か仕込んでますよ、この人。いや、あ、そうだね、ちょっとないわ、ないわ、うん、後で点検します。そんな最新設備取り揃えてないよ。はい、じゃあ答えしましょう。はい、いや、もうあと2回で10連ですから、ま、結構残ってる。はい、
よしよし、いや、よしよし、今日はいいね。よし、じゃあとりあえず1万発出して、はい、いい感じでね。次の当たりはモッサンのもの、モッサン、あんちゃんが経営を変えようとしたら注意してね。次の当たりはモッサンのもので、あんちゃんこれで地元かなって賛同するんだろうな。あんちゃんがドヤがムカつく、なんで当ててるのに通常見せといてよなんで確認中見たいじゃん。3ラウンドで保留練しないと思う。3ラウンドだったよ。うん、クリンパン見せて、違わないでしょ。いつもはこれはモッサンの当たりだから、まあ、まあ、このまま圧力3ラウンドの保留練あった。圧力カメラに向かって荒吉こうやって当てるんだぞって言えませんよ僕はね、会社は違いますからね。あっちゃんがカラショノまで打つ、あっちゃん太った元からだよ。流行ったら他のメーカーが、ま、似たようなの出すから、うん、今後はこのスペックが続くかもね。そうね、うん、このぐらいがバランスいいですよね。うん、やっぱこのぐらいサクサクしてるとやっぱ打ちやすいかな。そうそうそう、下手にとんがりすぎるとちょっととっつきにくい感がありますかね、うん、ただその分速い分、うん、抜けるときあっさりですから ね、 あ、そうね、何にも起きなくてさーって行くからね、うん、だからそこはね、まあどっちを取るかというか、入ったけど3ラウンドでそのままスルーで終わりか、そうそうそうとかもあるから、一番しんどいね。あっちゃんが配信中に打ったのってもう2年ぶりくらい？いや、そんなそんなことない。蒲田でちょっとパフナー打ったんで、うん、パフナーって半年前ぐらいですか？ハーフな、いや、もっと前、もっと前ね、うん、じゃあそのぐらいの時、1年近いと思う。1年近いかな。あっちゃんがモッサンのふんどしで相撲を取って横綱になったね、モッサンが当てた台でね、うん、いいところを僕がやってね。あ、そうね、ふんどしね。あらモッサン抜けそうだね。あっちゃんモッサンの罰ゲーム何にする？何にしようね。これ、うん、いや、まあ当たるからでもなんだかんだ言ってね。そう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 。あ、ハーフな打ってた、うん、打ってた。モッサン急にデブになった。違う違う違う、あのこれ俺、これ俺あーちょっとテロップ変えないとごめんね。はい、あっと、はい、今打ってるのはモッサンですよ。はい、はい、さあ残り72回転大丈夫かな。まあ70分の1でしょ。まあそうですね、いけるいける。ヒル放送で圧力さんこれ打って当たってドヤ顔してるの見た。あーやりたい、うん、これ打ちたいな。あ、これだったらね、ねえ、うん、じゃあモッサン抜けたら彼女の名前しただけでいいから教えてね次の北斗は出玉を2400円近づけたかったから66パーで小当たり搭載にしちゃったのかな。うん、かな、たまないよ、たまない、たま出ない。圧力を地獄に落としましょう。いや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 、こういう時にせこい山田、僕はデモ出ししますって言い張るところだよな。あ、いいといいと、うん、はい、うん、あ、来た、どう、いれば、いれば人が、あー、あ、なにこれ、あ、来た、お、当たり、来たよ、当たりっぽくない、なんかね、当たりー、なんかね、あまり見慣れない当たりだったね。すげー、ゆうれんちゃん、うわ、プレミアかな多分ね、うんうん、急に静かになって当たりました。レインボーだった、ね、なんかレインボーのなんか走ってたね。山田はなこの前のガルパンでな調子乗ってるから塩気に懲らしめてもらうな。あ、そうだね、塩気しましょう、うん、プレミアだね、見せるね。なんか今飛躍がバックしてた、なんかね、そうそうそう、プレミアレインボーだった。見てない方はぜひ録画の方で。そうね、時間ぴったりに終わるかな。いやいやいや、もうちょっと続きますよ。そうね、モッサンの勝ち。漫画の人が後ろ向きに行った、よし、あっちゃん空気読んでね。次のあっちゃんがヤバそうな雰囲気だね。あー、そうだね、そろそろね、プレミアの後怖いよね、流れがねプレミアの後はちょっと怖い。そういうジンクスありますからね、あるよね、うんうん、どうせならもう満発出してくれ。あ、でももう満発いったんじゃないですか。もうちょいかな、9500ぐらいかな、うん、もうそろそろでしょう、うん。いやでも結構20連チャンとかありますからね、この ね、うん、まあ10万発オーバーまでは見せれるかな、僕が当たるんでね、うん、どうかな。もうこれで1万いかない、いく、いく、確か、多分そろそろ来ると思う。そろそろでも1万発ぐらい、あ、でもほら、そう、今流行りの鉛ことですか。あ、来た、1万発いた、うん、おー、終わらせた、あっちゃんの罰ゲームどうする。いやいやいや、罰ゲームはね、やっぱり
ね、いやーなんかデスソースとか貼っとけばよかったね。というね、皆さんに、朗報がありましてですね、はい、加藤マネージャーの、ガイマネージャーですね。あ、そうですね。エリア、集結、はい、ありますので、その時にね、罰ゲームはしっかり受けたいと思いますね。そうですね、8月頭ぐらいですよね、はい、そうですね、8月1日予定になっておりますので、はい、ぜひ見ていただければと思います。はい、ガイマネージャーのエリアの店長がなんで、はい、創出陣って感じでね、噂の、はい、あの人も出る。そうですね、噂のあの人も、もうあの人はね、もう逃げられませんよ。まあまあ放送出たことある店長も結構多いと思いますので、はい、今ちょっと企画段階ですけれども、はい、やる予定になってますんで。どこまで読んの、ファスナーの話は終わったか、うん、結構読んでるかな、うん、北斗の出玉、北斗の出玉言うたっけ、うん、読んだ、圧力を地獄に落としましょう、うん、読んだ。こういう時せこい山田は、あ、読んだ、読んだ、もっと下、一番下の方、一番下、あ、下の方、あ、圧力で、あ、なんか、なんかこれは、あ、ダメか、うん、あ、なるほどね、うん、あ、これかな、あっちゃん今日よくなまってるね。いや、なんか俺じゃないよ。あっちゃん、それはそれ、これはこれだよ、うん、もう8月か、なんか今年早いね、うん、圧力痩せたね、うん、これ仕事人じゃなくて仕置き人じゃなくて仕事人で出せばもっと良かったのにね。あまり変わらないかもだけど、なるほどね、うん、仕事人の方がメジャーだし、うん、じゃああとあーちゃんの罰ゲーム用意しようかな。違う違う違う、僕はまだ抜けないですから、うん、いや、やなくていいから、だから僕が当てて、次坂本、あ、モッサンが当てたら、うん、放送終わりにしましょう、時間的に、うん、ただあと2回ぐらいかな。じゃあ、うん、あっちゃんが抜けたら、うん、奥さんの名前下でだけでいいから。ダメでしょ、もう名字分かってんだから。そうね、そっか、圧力、あっちゃん罰ゲームどうする、うん、お、うん、当たんじゃないの、どうかな、当たんじゃないの。ニコ生おじさん出てる、ニコ生おじさん出ますよ、出ます、はい、はい、あの8月1日、そうね、はい、365から、ああ、教えてくれた、ありがとう、うん、あこれ、あ、なるほどね、あ、ちょっと安心する、うん、噂のハゲマッパ出るの。まあ夏だしね、カイジ店長呼ばれないんでしょ。いや、カイジ店長は呼ばれない。そういう立ち位置なんです。うん、あーちゃんも一周一くらいで打ってほしいね、楽しそうでいい、いい感じって。あ、僕が打つってことですか。うん、あ、もうさ、預けん呼んできていいよって、うん、うん、そう、呼んでも来ないよ。まあ来ないよ、忙しいんだよ。そうなのね、いいね、あーちゃん痩せたかな、うん、痩せたね、うん。あーちゃん静かだね、そうね、あ、うん、はい、ね、あ、ね、なんか出てこい、あー、ダメか、あー、はてなね、お、来た、あ、ムキムキ、ほらほらほら、当たるでしょ、こんなの、ほら、ほら、4.5 だよ、もう強そうな割に、当たる当たる、おー、身を待つ、あー、来てるよ、早いね、やっぱりこっちはね、圧力抜けるな、いや、当たるよ、うん、セバダンマネビオ70回転一、うん、人の配信の時はあっちゃんも打ってよ、あー、確かにね、打ってる、うん、累計100ポイント提供3、0ポイント、あっちゃん、終われ、いや、終わんない終わんない、残り累計400ポイント、タイマーがある、あ、怖いの、早食い競争、タイマーじゃないの、なんこれ長い、長いね、え、これなくなるまで、うん、待つのかな、圧力を地獄継ぐ、これ、ま、待つ感じかな、うん、お点は、あ、おーい、あ、よしよしよし、あれだよ、5点点は確定みたいだよ、あ、そうなんだ、はって、え、らしい、うん、赤貝早食い競争、ハイキック、いいよ、いいやつ、モッサンが圧力に当ててやって、うん、あー、うん、手加減してないよ、よし、はい、まあ、これでモッサンが次当てて、引き分けで終わりましょう、うん、仲良くね、あっちゃんで最後にしようよって、ね、違う当たってるから、当たってるから、あー、いっぱい来てるよコメント、ほら、あっせちびっくりした、いやすごいね、やっぱこれ続くな、おー、続く、あっちゃんおめー、ありがとう、もうさん、今日は終わるまで放送しようよ、終わるまでいつ終わるか分かんないね、いつ終わるか分かんないよ、調子いいね、もうさん、大きな声で MC して、あ、声あまりちあれかな、入ってない、10連ちゃんですよ、今でも真面目に何発出るかやってほしいなぁ、あー、何発出るかね、チッ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 だよって、うん、引き最弱の圧力でも当てられるなんて神台、神台あっちゃんで最後にしようよ、モッサンの次、あっちゃんで引き分けね、
デブいや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 出るごめん、声の大きさの問題じゃないみたいな、鉛だったみたいな。鉛ってるかいや、ちょっと、やっぱちょっとはありますよ、ちょっとはね。あ、やっぱり、ベロではない。あ、やっぱり小田原扇町店はいい店ですね。いい店ですね。そうですね。ありがとうございます。あ、今日売ってる必殺職人は何台導入されてるんですか。4円パチンコギ20台、はい、1円パチンコギも1台入ってます、はい、いっぱいありますんでね、はい、よろしくお願いいたします。打ちたい方はぜひ遊び来てくださいね、はい、デブ、アツロックデブ、うん、モッツさんは遠くからコメント読むね、動画入ってないね、あー、全然見えるよ、うんうん、デブ、デルに豚と書いてデブ、なるほどね、急に生まってるよ、デブ、うん、ブデーと、おー、すげー、12000発おお出るねー。はい。じゃあまた最後優秀の美を締めくくりましょう。任せて。うん。あ、421か。はい。ちなみにモツさんガロは何台入ってるの？あ、ガロは4円に20台、1円に1台入ってる。はい。本台と同じぐらいですね。そう。はい。荒吉見てる？見てないと思うよ。小田原坂町店はいいお店ですね。扇町。高橋です。坂本くんやっぱり黙ってるね。モッサンが最後なら罰ゲームしなくていいや。まあ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 。時間的な問題があるからさ。そうだよ。私の方当ててるよ。モッサンが当てて、あっちゃんが打って終わろうね。当てて、ね。あ、でそれで罰ゲームで終わるからね。いやいやいや。無限に続くでしょ。リバンド早いんでライザップはダメ、あーちゃん絶対今度の休みに打つでしょう、うん、休みがあれば打ちますけどね、休みがね、あーちゃんは3ラウンドが多かったね、罰ゲームだね、いやいやそんなの関係ない、さすが呪いのかかってる鎌田とは違いますねもうモッサンが当たろうがあーちゃんが罰ゲームでよくない、よくない、もうもうもう継続できたらのは素晴らしい、今日はよく頑張りましたね、ね、うん、おおこれでリーチがかかると割れれば割れれば、はい、簡単だな、ね、サクサク、はい、11連チャン目、運動運用、もうさプレミア見せてくれたからあっちゃんのもあって、あっちゃんガロはどうなった、ガロはね、あの行き中何人も何人も入れてるんですけどね、うん、1回も当たんないんですけど、あれ本当に相性悪いあれ、うん、まあ、入ったらね、うん、大きいんでしょうけど ね、 そうね、触っていこう、あと MC っていうお仕事の最中に遊びで打ってたんだから罰ゲーム、うん、遊びでは打ってないな、ね、で次圧力あっちゃん、うん、あっちゃん逃げないで、逃げてるわけじゃないですけどねあの時間的な問題が ね、 ねあるんでね、ちょっと申し訳ないんですけども、そう、ねね、やりたいんですけどね、あっちゃんもう一回だけ、もう一回だけ逃げは良くないと、諦めないで、いやいや諦めないでっていうか多分当たるんだよ次でも、うん、そう、あっちゃんで最後で、まだ時間あと1回ぐらい大丈夫だよ、普段当たらないんだから今日はやろうよあと1回やります、じゃ あ、 あと1回いい、あと1回だけ、あと1回だけ、うん、じゃあ、じゃあ僕だけ、ね、で、あっちゃんで止めるの見て終わろうこれは面白いよなまで読みました、あ、そう、はい、はい、じゃあ最後は鉄で、あ、これか、はい、じゃあ最後だよもうさあもうすぐ当てちゃうから、もうそうね、もうすぐ当てて終わりにしちゃうから、うん、サクッとね、はい、おー、あ、これか、この人、はい、すごいな、でも、あ、当たったらそれで終わりで、うん、当たったらそれで終わります、うん、あ、これ面白いよな、うん、サクサクだから大丈夫だよ、うん、あっちゃん謝罪会見、はい、いやいや謝罪いらないおっしゃ、坂本島田落とせ、あ、ちょっと、うん、ちょっと行ってくる、ダメダメ一回だけだから、なんなんなら先っちょだけでいいから、それ違うそれ違うやつ、スルーだね、うん、サクッと駆け抜けて帰ろうって、あ、そうね、うん、駆け抜けるなあ、あっちゃんでも連チャンさせられたらみんな打つよね、うん、あ、そうだね、あっちゃん次第だね、僕でも出せる、うん、使用金がこれから、ほら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 、ね、もう当たるよ、もう来た、あっちゃん当てたら次モッサンでさよね、またこう、あっちゃん空気読んでよって、空気読んでるよ空気読んでもうすぐ終わらせるから、ほらメガネになんか仕込んでる、5点牌5点牌5点牌、まあ当たりでしょ、あ、5点牌確定、当たり、なんかさっき確定って言ってなかった、言ってたね、うん、あっちゃん地獄で
いやー、当たる。これで12連チャン、決めるよ。クリームパン終わりますように。あれあれ5点パン外れるよ。5点点ってなったから、なんか違うのかな。あ、ほら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 、復活あたりだよ。ほら、あ、また5点点だ、抜けろ、うん、またインチキだ。インチキしてない、インチキしてない。やめろ、圧力インチキやめろ。終わりそうって感じだったよねって、当たりすぎ、当たり早すぎって。すごいな、29回転。僕は坂本だと高橋です。あれそうじゃねえだろ、インチキのプロかよ。でも3ラウンドかな。でもあっちゃんおめえって来てるよ。ありがとう。うん、どう、うん、3ラウンドだね、うん、インチョキ、うん、じゃあもう一回あっちゃんに打たせて。違う違う違う、もう永久に終わらなくなるから。うん、あ、今日は気持ちのいい放送だね。いや楽しいなこの回、ありがたいね。うん、3ラウンドなんだからもう一回、うんうん、あ、ほんと空気読まないよなって。違う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 。あちゃん頑張れ、4、はい、4ね、うん、4ちょうだいって。はい、じゃあ終わりましょう、ね、はい、いやよく続きましたね、12連チャン。いや続いたね。しかもまだ実際はね、まだありますから、うん、そう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 、はい、もう満発ね、うん、2万も見えてくるんじゃない。見える見える。そうそうそう、いやこれはちょっといい台出ましたねっていう。そうね、僕の中の感想は、なんかちょっと長くホールにありそうな、ありそうな気はします ね、うん、ね。はい、ということでお疲れ様でした。お疲れ様でした。今日は、はい、7月22日から導入が開始されました。そうですね、パチンコ新必殺仕置き人打ってきましたけれども、はい、まあまあ良かったですね。良かったですね。楽しかったですし、全然そのオール1500とかじゃなくても全然打てますね、うん、いや打てる打てる、60% あれば十分かなって気がしますね、だからやっぱ皆さんもねちょっと見て楽しそうだなと思ったらぜひねホールで打ってみて。そうですね、どんな感じがね、うん、ニコラマにもコメントいただいて、はい、打ったよとかね、良かったよとかね、そういうの欲しいですよね。そう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 、ぜひ。はい、ということでじゃあ告知最後しましょう。はい、はい、告知が今回打ちました、はい、必殺仕置き人、はいはい、こちらがパチンコ4円と1円合わせて21台導入しております、はい、であとマイジャグラー4、はいはい、こちらが増大して20台、はい、になりまして、で新台最新作が鉄拳4ですね、はい、こちら6号機の新作です。こちら4台と、はい、アマデジのストライクウィッチーズ、はい、こちらが1台導入設定付きなんで6段階ですね、はい、やってます、はい、ということで、はい、ぜひ皆さん小田原にね遊びに来てください。そうですね、今度は来週、再来週、そうですね、ファン館、そうですね、ですね。あ、そうだ、ファン館あるんだ。そう、ファン館あるんで、はい、これ今回全関東、あ、関東は全部、そうですね、はい、今回キコーナが、はい、神奈川は今21店舗あって、はい、当たりが確か6200いくつとか。そんなにあるんだ。そう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 。6000本も当たるんだ。うちが600いくつだから。あ、600本、10分の1ぐらいうち、はい。なのでね、はい、ぜひファンカー来週の金土日ですか。そうです、はい、8月の2、3、4、はい、なってます。3日間開催しておりますので、はい、ぜひね小田原小木町店お近くの方は遊びに来ていただいて、ファン感謝で参加していただいて ね、うん、ね。今回は何当たるんですか。今回大きい50インチのテレビ、はい、4K、すげー、ライト、おうおうおう、うん、用意してて、他にも結構いっぱいありますよ、はい、うん、いうことで 4K がメインかな。まあでも来週ね土日お休みの方はね、ぜひ、はい、関東にお住まいの方だったら、そうですね、ぜひね、うちに行っていただけると抽選できますんでね、うん、はい、8月4日が、うん、ほらパチスロの日毎年あります、ね、あー、ありますね。そう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 、あ、じゃあその辺りね、234ね、そうそうそう、はいはい、あるからね、はい、ぜひぜひということで、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、はい、といったところで本日の総合年でお別れなんですが、はい、8月1日はい、このね、小田原もエリアの、加藤マネージャーエリア集結放送、はい、やる予定になっておりますので、まあ、はい、平塚店の、ね、山ちゃんとかもそうですね、いますし、あとあずけもいますし、そう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 、あとね何回か放送に出たことある店長とかも、ね、何人かいらっしゃる、あとあれも、あれですね、はい、タイガー小林店長もそう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 、いらっしゃいますんで、その辺の店長がバー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 と出る放送になりますので、うん、メンツは濃いんじゃないですか。メンツ濃い、メンツ濃い、感じでありますんで、高橋マネージャーのエリアですね、神奈川の、の放送が、今週の土曜日27日、放送予定となっておりますので、はい、集結放送、ね、これからバシバシあるんで、ぜひ皆さん、キコナチャンネルカート版見ていただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。
久しぶりに面白い連中が集まるんですね。そうですね。右足くるんか来るよ、夜でしょ。8月1日って夜、深夜、はい、やります。気候なの夏ですね。そうですね、そうですね、コーナーサマーでございますね。サマーでございます、ね、はい、一人一人が主役級だから楽しみだと思います。ぜひ、放送の方もご期待いただければと思います。最後の方ちょっとね、はい、コメント読めなかったですけども、はい、もさん、今日は一番の功労者だね。残念な当たりじゃなかったし最高だね。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、といったところで、本日の放送はこの辺でお別れしたと思います、はい、放送時間は1時間予定ですよね。いやそうですね、1時間になるのか、うん、1分2分で終わるのも、ね、それはないですよ、はい、2時間は多分ないと思います。分かっていたけどこんなに出るんですねということで出ましたね、今日ね、うん、ずっと、はい、といったところで本日の放送はこの辺でお別れしたいと思います。また次回の放送でお会いしましょう、はい、さよなら、おやすみなさい。